あのね、キューベ、私が魔法少女になるときに叶えてもらったはずのお願いのことなんだけど。そのことか。前も言った通り、僕にもよくわからないんだ。君は知りたいのかい？自分の願いの姿を。私たちは、玉木さんはこんな話聞いたことある？神浜市に行けば魔法少女は救われるって。ここはあなたたちが来るべき場所ではないわ。子供の形をした個体？そんなものはないはずだけど。鎖の魔女って聞いたことある？レナたち、その魔女を追ってるの。イロハちゃんの学校にはさ、絶好階段の噂ってある？レナちゃん、ごめんね。今度こそ本当の本当に絶好する。もし弱いまま変われなければ、あなたは目的のために誰かを犠牲にし続ける。それじゃ、ソウルジェムに触れるわよ。二人は、今どこで？今の神浜は何かがおかしい。その妹は本当に実在していたのかい？キューベお願い！ウイの病気を治して！流れていく前に。妹の病気を治すこと。それが自分の願いだと君は思い出したって言うんだね。私、どうして忘れちゃってたんだろう。誰かの描いたシナリオじゃなくて。ウイ、神浜市のどこかにあなたはいるの。絶対にあなたを見つけ出してみせるから。私たちの道